はい、どうも皆さん、こんにちは。九条です。トゥザムーン実況プレイ9回目ですね。早速始めていきたいと思います。前回のセーブデータは、これか。ファイル2。あ、そうだね、こっからだね。前回確かニールと別れて、てかニールがどっか行っちゃったんだよね。なんか一人で、行動して、なんか思いついたみたいな感じだったのかな。あ、これ、大丈夫？黄色になってるよ。うわー、時間がない。まずい。ここ今いるのが、ちなみに、現実世界ですね。記憶の世界から、前回出てきて、何の手がかりもないまま、まあ、一日が終わってしまったと、朝になってしまったというわけで、続けてやっていきたいと思います。じゃあ一回、屋敷の中に戻ってみましょうか。せいや。ん？ニールが引いたリスの匂いがここまで匂う。うわぁ、きついなぁ。そのうち家の屋敷の中まで、死体の匂いで埋まっちゃうんじゃないの？それは困ったね。患者がいるってのに。さあさあ。ドクター、ジョンさんの容体は？なんとかこらえてる。そっちは？特に進展なしです。何も得られませんでしたーっていう進撃の巨人のやつを思い出してしまいました。急いだ方がいい。残り時間は残り少ない。やばいよね。ちょっと急がないとね。仲間ならキッチンにいると思うよ。キッチンか。何してんの、ニール。料理作れるわけでもなさそうなのに。キッチンどこだ、ちなみに。こっちか、キッチンは。あ、いたいた。いや、それはわかるけどさ。あ、そうだ。電話しに、確か、一人になったんだよね、ニールは。誰と電話してるんだろう。OK。それで彼の記憶を確認したんだな。で、なんでその情報が僕らに共有されてない？せめて担当とくらい共有、技術者の人と電話してんのかな。なんか、同じ会社の。そのコーヒー、どこにあったの？静かに。ビークワイット。本部と話してんの？ああ、コーヒーなら後で入れてやるよ。今は静かに。ね。なんかいつもと違って、すげえ、ニールが真面目になってる。いつも以上っていうのは、言い方違うか。いや、いつもと真逆だよ、これは。これ確か私がジョニーのベッドに置いてきたはず。あ、そう。どこで見つけたんだ。あ、すいません。声がちょっとまだガラガラなんですけど。前回のパートのね、休憩挟んで、まあ何時間か休憩挟んで、また続けているんですけど、声がね、一向に治らない。では一時的に CE を解除してやろう。あら、それはありがたい。昨日の夜に灯台でこのウサギを見つけたの。他にはもっとたくさんあったわ。地下にもあった。あ、そうだ、ニールはまだ見てないんだね。なるほど。ね。はい、CE の解除終了。あ、その部分ならこっちでできる。最後にリバーがジョニーにあげた折り紙のウサギ。ほうほう。うん、わかるわかるよ。あれ？話が終わっちゃったね。じゃあどこに行けばいいんだろう。こっちかな。リリーさんのところ行ってみようか。リリーさん、すいません。何も分かってあげられてないです、まだ。ちゃんと面倒あげ、見てあげてればよかった。夜更かししすぎだわ。まあ、いつもはこんなことないんでしょ？そうですね。何か聞きたいことはありますか？うん。トミーのことじゃなくて、リリーのことから聞いてみようか。あなたみたいな方が住み込みで働くって珍しいですよね。それも二人の、そうだよね、子供もいるのにね。不備はしてないんですよ。スクールバスもありますし。どうしてここへ？そうですね。数年前に夫を亡くしたんです。何かあったんですか？
彼は軍隊に所属していました。海外に向かい、そこで。ごめんなさい。大変でした。お金もなかったし、働き口もほとんどありませんでしたから。それで仕事を与えてくれたのがジョニーでした。私もありがたくお受けしました。ここは穏やかなところで、悲しみを癒すにはいい場所です。軍隊なら政府からの保証があるのでは？もちろんあります。時々ですが。でも、その頃からジョニーは病を患い、手助けが必要になったんです。トミーもサラもここが気に入っていましたから、残ることにしたんです。ジョニーも喜んでくれました。ジョニーめっちゃいいやつだな。寂しくなるわ。ああ、それじゃあ子供たちも悲しいだろうな、今の状態を見るとな。今思うと彼は家族を求めていたんでしょうね。トミーとサラのこと。ジョンさんのことはどう伝えるつもりですか？多分適当な嘘をつくと思います。きっと無意味だろうけど。ああ、子供はね、そういう嘘あんまね、良くないと思うんだな。個人的には。わかってると思うんだよね、子供でも。ああ、リリーもわかってるんだね。ね、あの子たち歳の割にしっかりしてるってエヴァも言ってたから、多分普通以上にね、なんか物分かりの良さそうな子たちだったんでしょう。誰しもに訪れるものですから、隠すものではないですしね。これからのこと。あなたはここでずっと働いているんですよね。今後はどうされるんですか？そうですね。街に出て仕事を探すと思います。すごく残念ですけどね。ジョニーとこの場所を気に入っていたから。多分、時々戻ってくると思います。ああ、悲しい。特にない。ん？あ、これで終わり？ジョニーは昏睡状態になる前に、あなた方がもうすぐ来ると言っていました。でも、その時、もう話すことはできないかもしれないから。代わりにお礼を伝えてと言っていました。だから、ありがとう。うわ、辛い。いやー、なんとも言えないな、エヴァはね。こっちは、なんもないかな。こういうなんかさ、現実世界でも、調べ物とかできないんかな。何か出てくるとかそういうわけではなさそうだね。結構ね、いろんなところに絵があるんだよね。やっぱりお金持ちだったんかな、そういうのを見ると。ね、いい人で、人柄もよく、金もあって、ね、経済的にも豊かでさ、で、やっぱり子供たちにも好かれてて、いい人生だったと思うんだけどね、どうして月に行きたいと思ったんだが、こっちか。あれ、またお仲間の話を、知っていますね。そういえば子供たちは、寝てるのかな、まだ。子供たちのとこ行ってみっか、一回。なんか話進まないし。ニールはまだ電話してるかな。あ、おねんねしてるまだ。かわいいな子供たち。電気つけちゃえ。消してよ、間抜けな巨人さん。間抜けな巨人か。すごい表現だな。じゃあ消してあげよう。しょうがない。こっちの本とかも特に関係はないかな。うん、関係なさそうだな。うん。なんか右上になんか白いの出てきたけど、気のせいかな。よし、じゃあ、ニールのとこに行ってみようか。もう一回。お。なるほど。何か？我らがジョニーには幼少期の秘密の記憶があるそうだ。記録があるそうだ。秘密の記録？正確に言うと秘密の医療記録。ほうほう。
どうやら子供の頃、大量のベータブロッカー阻害薬を服用していたらしい。なんだそりゃ。そしてこれには面白い副作用がある。記憶障害だ。ベータブロッカー。ジョニーは確か心臓が悪かったわよね。そう。つまり副作用が起きているとするならば、そう、大量のベータブロッカーを服用して、記憶に与える影響は凄まじいだろう。お、なんか、次へ進む手がかり見つけたんじゃないのこれ。だから幼年期の記憶に入れなかったと。そう、僕は機械じゃないから教えてあげる。教えてくれないメンテナンス部門の奴らとは違うよ。やっぱりメンテナンス部門の奴らと電話してたんだね。どうするの？再構築するため、再構成するための周波数を聞いた。ブロッカーの壁を越えられるはずだ。それで幼少期に行く。彼の一番古い記憶にたどり着けるだろう。じゃあすぐ行きましょうよ。問題は、何かまだ問題があるのか？言ってよ、問題は？新たな周波数を設定するには、トリガーが必要だ。トリガー？通常アクセスできない記憶に強烈に働きかけるものが必要だ。ジョニーにそのきっかけを与えて、その記憶を刺激しなければならない。でも、きっかけって言っても、幼少期の記憶は少ししか手に入れてない。それに、仮に写真が何か手に入れたとしても、彼は昏睡状態なのよ。そうだよね。写真とか見せてるわけにはいかないしさ、わからないよね。理解できないよな、ジョニーはな。そう。振り出しに戻る。だな。この感じ、去年の野良のケース以来だな。そうね。なんか、でかい山があったのかな。きついな。ちょっと外の空気吸ってくるわ。手詰まりか。お？コーヒー忘れた。なんてびっくりした。すぐ戻ってきたから。ノート、ベータブロッカーを手に入れた。ああ、はあはあはあ、ベータブロッカーとな。ノート。記憶障害の副作用もそうだね。これで、ちっちゃい時の記憶が、全然だかった。ニールワッツ。ちょ、待って、ノートにこんなの出てんだけど、イケメンだって解説。ちょ、何これ？いつの間に手に入れてたのこれ。これ、ニールが書いたのか解説。イケメン。ねえ、見てないやつないよね、他に。さあさあ。うん。詰まったね、またね。せっかくヒントが得られたのに。どうすんだろうね。ニール、さっきから移動が早いんだよな。くっせえ！なんだ？あ、そっか、リスの匂いか。玄関でドタバタ何やってんのよ。これは道路で死んだ動物がいるな。エヴァ、なんとかしてよ。臭い。お前が引いたんだよ。あんたが引いたんでしょ。子供が寝てますから。そうだよ。静かにしてやれよ、お前。ちょっと待って。確か最後の記憶で。同じ匂いよ。おお！手がかりゲット？何の話？つまりリリーさんは全然、ちんぷんかんぷんだよね。究極受容体は、大脳変縁系に直結している。何かなってっかな。ということは、つまり？つまり？ニールが言いたいのはおそらく記憶を呼び起こすための最も効果的な感覚が嗅覚だということ。嗅覚なら幼年期の記憶を刺激できる。ああ、しかも意識を失っていても刺激を与えられる。そうだね。別に見なくてもいいわけだからね。おお、すごい。話の前後が全く見えないんですが。そうだよね。ごめんね、こっちの事情でちょっと盛り上がっちゃって。これはいいな、素晴らしいアイデアだ。さえば、あの惹かれた動物を持ってきてくれ。わかったわ。って、なんで私が？乗りツッコミいいね。
キレッキレですね。引いたのあんたでしょ。そう、僕が引いて君が持ってくる。これが役割分担というやつさ。ああ言えばこういうニール。あんた大抵ね。ヘリクツ並べるのがうまいですね。もしよかったら私、持ってきてくれるの？まさか。手袋を貸しましょうか。これはやられた。一本取られたぜ、リリーさん。ちょっと天然だね。意外と。使い捨ての手袋ってわけじゃないけど、多分今回で捨てます。お。で、これで、行けばいいのかな？外に。その手袋似合ってるよ。よかったね。黙ってて。結局、エヴァに行かせんの？ただここで立ってるつもり？せめて先生とジョニーの容態を見てきたら？いや、遠慮しとくよ。ただ患者の前に立ってるだけなんて、僕の趣味じゃない。ニールのこういうところはちょっと好きなんだよな。なんか偽善者ぶらないところがさ。さあさあ、リスは、入り口のとこだよね。一番下の方かな。行ってみましょうか。お！フーム、デジャブだわ。ね、もう何回目だろ、これ。あのさ、リス？黒いリスとさ、茶色っぽいリスが、いつも来るんだよね。あー、なんか意味あんのかな？さあさあ、やってきたぞーい。リス、リス、リス。あれ？あ、いた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 。こっちか。いやー、辛い仕事を与えてくれたな、欲望。こういう仕事は気が滅入る。間違いないですね。ジョニーのところにこんなバイキンだらけの死骸を持って行っていいのかしら。確かにな。車に密封できる容器があったはず。匂いだけ入れられるかも。さすがエヴァ、気が利きますね。車。ん？ニールの場面になったかな？あら、どちらへ？なんかさっきからせかせかしてんな、ニール。ちょっとトイレに。トイレ2階にあるぞ、ニール。なんだろうね。気になるな。事故のせいでめちゃくちゃだ。あったあった。なんかぶん投げた？後ろに。ぶん投げたわけじゃないんかな。なんか出てきたよね。白と青のやつが。バルブ付きコンテナを手に入れた。あとは動物。さあさあ行きましょうか。リスさん。ナム。ああ、気持ち悪いよ。血の匂いを手に入れた。これでいいのかな？これ以上は無理。そうだね。さっさと行きますか。お、ニール。あれあれ？動物の死骸持ってきた？匂いだけね。なるほど。じゃあ準備してくれ。僕はすぐ戻る。何しに行くんだろう。どこ行くの？ゲームのペットに餌をやりにね。どんなごまかし方だよ。は？かわいいよ。レトロ系育成ゲーム。たまごっちかな？たまごっちやってんのかな？ちょっと古いけど。たまごっちってなんかね、古いイメージがあるけど。とにかく急いでくれ。時間がない。患者が待ってるのよ。すげえ、飛び越えてったわ。あの段差を。完全に愛想が尽きた。今はあいつに構ってる場合じゃない。もうエヴァが嫌になっちゃってんじゃん。あまり真面目な人を煩わせると、後で怖いよ、ニール。
ニールも戻ってきた。絶対ニールトイレじゃないしさ、育成ゲームやってたわけでもなさそうだよな。なんかやってたんかな、陰で。私たちがそのポイントに着いたら合図を送ります。そしたらこのバルブを3秒間開いてください。わかった。来ないかと思った。ちゃんと殺菌した？殺菌してろ過もしました。完璧じゃないか。どうせ患者には関係ない話でしょ。ジョニーさんの状態は悪化している。これが最後のチャンスかもしれない。どうか幸運を。運なんかいりませんよ。これでいけるといいけどな。第3章。他の灯台に向かって、私に向かって光ってるんだ。すんげえポエマー的な。お。これが今行ける一番古い記憶ですね。行きましょうか。1,2,3,4,5 揃ってて、これ話せないのか。そっかそっか。じゃあもう行けってことなんかな。こっからだよね、問題は。この前ここに来たら記憶がもうね、なんかぐちゃぐちゃになってて行けなかったんですよね。このサッカーボールが仕事をややこしくさせてると思うと、宇宙へ蹴っ飛ばしてやりたいね。今やるべきことは合図を送って待つだけ。じゃあやりますか。お、光った光った。おお、すっげえ揺れてる。何かが起きている。早く、もう一度送って。大丈夫か。くっそ、一体何が。赤くなったぞ。大丈夫か、これ。先生、ジョニーの様子が。何？あー、刺繍書かせるから。ジョニー、やばいぞ。こっちを頼みます。状態が不安定になっているな。摂取量のレベルを再設定しなければ。やばい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 。一体どうなってんだ？ジョニーの容体が。出てって。何？この記憶、この記憶から出ていって、今すぐ。どうした？何を言っている？このままだと大変なことになる。システムがすぐに安定しなかったら。冗談だろ。じゃあ君はどうする？ニール。二人とも出て行ったら、今までやってきたことが全部水の泡。やり直す時間はもうほとんどない。ふざけるのも。いい加減にしろ。これは映画じゃない。お前はヒーローじゃない。お前はただのバカだ。あんたもただのバカになる気？早く出て行ってよ。喧嘩してる場合か、お前ら、ちょっと。断る。お前がいなくなったら、アステリアとペアを組まされるからな。うわ、なんか、さりげなく、ニールいいやつじゃねえか。あの大衆にこら臭いから組みたくないのか。リスの下以上だ。そんなに。あ、もう入社試験であんたを助けた結果か、これ。やっぱり付き合いが長いんだな。ドクター頼む。頼みの綱はドクターだけなんだ。先生、なんとか持ち直しました。今のところは。いや、ニールもエヴァもいいやつなんだな。いいペアじゃん、なんだかんだ言ってね。まだ続いてんだ。もう治ったよ。
あとなんだ？あ？お前のキャロット劇激まずい。めっちゃ喧嘩してる。あ。それにこの前のクリスマスパーティー、お前。ありゃ。また何か起こる前に行きましょう。あれよ？本気で言ったわけじゃないよ。バカとか激まずとか。私は本気で怒ってるよ。ああ、怒ってる。怖い。さあさあ、どうしよう。時間がな、結構経ってるんだけどな。行ってみたい気持ちもあるんですよね。こっち行けない。下からかな。ちょっと入り口だけ見て、一旦切りましょうか。お、こっちは行ける？あ、行けない。あれ？あれれのれ、行けないぞ。上からかな。あ、待て、待て待て待て。こっちはさ、行けなそうだな。ってことはよ。ってことは、このサッカーボールで、結局ダメだったのか。お！過去に戻らないっていうことは、過去じゃない。前の場面に戻らないってことは、おー、こっちに、繋がってきた。過去って言ったらいいのか未来って言ったらいいのか分かんないけど。とりあえずさっき来たところには戻んなかったね。よし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 。ありゃ、うまくいったのか？ついにやったのね。でも、この場所、嫌な予感がする。どういう意味？十分穏やかそうじゃないか。さっきのジョニーの部屋、変だと思わなかった。え？何？なんか変なものがあったのよ。あんたは見なかった？やっぱりそうか、変なものあったよな。見てないと思うけどな。そう、私の思い違いだといいんだけど。さあ、というわけで、キリがいいので、ここら辺にしときますか。次回、この幼少期の記憶、探っていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは、失礼いたします。お疲れ様です。